皆さんこんにちは。リンリンが行く始まりました。今日はですね、将門様の町ということで坂東市をご紹介していきます。有名な和菓子屋さんがあるということですので、早速行ってみたいと思います。レッツゴー。やってきました。和菓子屋さんということで菊屋さんに行ってみたいと思います。じゃあ早速行ってきます。こんにちは。お店に久しぶりに来たんですけども、坂東市の美味しいところをちょっとね、ご紹介していきたいと思います、そして今日は菊屋さん、源さんのお店紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず源さん、このお店についてちょっとね、ご紹介していただいてもよろしいですか。そうですね、このお店はもともとですね、私の父親が創業者でありまして、私2代目なんですけども、ちょうどですね、今年で59年経ちます、来年は60周年の、年になっておりまして、今ですね、おかげさまで3代目となる、私の長男がですね、修行先から、帰ってきて、この商品 も、バリエーションも増えてきて、なんか皆さんに喜んでもらってるところで、なるほど。キャップの3代目でちょっと有名なんですけど、こんにちは、はじめまして。お名前聞いてもいいですか。木村光平です。光平さん、よろしくお願いします。代々続く、3代目ということなんですけど、和菓子屋さんになろうって思いました、最初。いや、最初は全く思ってなくて、どのあたりから。ずっと自分小学校の頃から野球をやってまして、で高校生の時に、甲子園に出場させていただいて。すごい。でその時に、こうやってずっと野球やれてたのも家族だったり親のおかげだなと思って、今度はちょっと恩返し、親孝行というか恩返ししたいなっていう思いから、和菓子の道に進もうって思いました。決して私は後を継いでくれとは言わなかったっていうのは本当のところなんですけどね、この子はこの子の道があるとは考えてはいたので、こちら、これ何になるのかなと思って、これはですね、木型と言いまして、これはちょっと物用で、蓮の花です、よくお彼岸の時とかお盆の時に砂糖を固めたような、そのようなお菓子を作る時にこういうものを使います。じゃあせっかくですので、源さんのおすすめと、3代目の光平さんのおすすめ聞いていきたいと思います。じゃあ、源さんのおすすめはどれになりますか。私のおすすめはですね、やはりここに人気ナンバーワンと、書かせていただいておりまして、この坂東さんのコシヒカリでですね、これ精米の時に、上白に真っ白につかなくて、玄米を少し残してある状況で、で玄米団子という形で、ミネラルが豊富に含まれておりますので。そうなんですね。中って何が入ってらっしゃるんですか。これですね、大きいですよね。中にこしあんが入って。こしあん、ちょっと待って、これみたらしのしょっぱさとこしあんの甘さを食べていくと融合されていくっていう形、食べて二度おいしいってやつですね、これが源さんのおすすめ。そうですね、私の。じゃあこれに対抗する2代目小平さんのおすすめ教えてください。そう、3代目なんですけど。ごめんなさい、3代目です、失礼しました。私のおすすめはこちらのアンショコラという。アンショコラ、チョコレートと、あんこのマリアージュというか、チョコとあんこ、小豆とチョコレートですね、で、和洋折衷のお菓子なんですけど、若い人とか和菓子が、あまり得意じゃない方とかにちょっと少しでも興味を持ってもらえたらなと思って作ったんですけれど、アンショコラ、これいただきたいと思います。このね、玄米団子とアンショコラ、ちょっとね食べ比べを、私がするんですけども、ぜひねこれを聞いて本当に皆さんに来ていただいて、ちょっと投票もらっちゃおうかなとも思うんですけど大丈夫ですかね。そうですね、親の喧嘩勃発しますか。大丈夫ですか。わかりました。
今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。今日は本当に2代目の源さん、そして3代目の浩平さん、ありがとうございます。どうもありがとうございます。まあ、今後ね2人で続けていかれるとは思うんですけども、今後についてまたねちょっとね皆さんにメッセージいただけますか。はい、はい、私どもですね、来年、60周年を迎えるお店でございまして、これからもですね、この私どもの思いとしましては、地元の素材を生かし、美味しい和菓子を作っていく、ここでしか買えない商品を作っていくっていうところで、頑張っていきたいと思っております。2代目、3代目、一緒にですね、スクラム組んで、やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ3代目もお願いします。よろしくお願いします。ぜひ来てください。はい、ありがとうございます。今日本当お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、皆さんやってまいりました。今日はですね、菊屋さんの親子対決ということで、こちらにある商品。まずお父さん、源さんが選んだ玄米団子。そして息子さん、3代目です。が選んだあんショコラ、これは若い人にもね勧めたいということで、あんことチョコのコラボレーションですよ皆さん。さあこちらの対決、せっかく今日ね一番館さんの、はい、テーブルをお借りしてるので、はい、お呼びして一緒に食べ比べしたいと思います。はい、ではですね、いよいよ菊屋さんの親子対決、今日はですね一番館さんと一緒に、はい、このね対決食べ比べしていきたいと思います。あの宮田さんはどちらがお父様、どちらが息子さんのものかは分かりません。じゃあ実際いただきたいと思います。こちらがあんショコラ、はい、こちらが玄米団子になります。はい、まずは、はい、玄米団子からいきました。さあ、はい、その次はショコラですね。はい、皆さんこの一口の反応を見てどちらかというのを予想していただければと思うんですが、はいはい、じゃあ見てください、この器ガラスのすごく涼しげでいいですよね。もう違うところに目がいっちゃってますね。私もじゃあ玄米団子から見てください。中にあんこ、外はみたらし、こんな贅沢ありません。いただきます。おいしい。さあ、じゃあ次いきます。あ、見てください、小豆入ってます。で、中多分チョコレートのペースト。いただきます。うん、あ、ほのかにチョコの味もしますし、あんのこの豆、小豆の味もします。はい、ということで両者食べ終わりましたね。はい、で今回ですね、うん、親子対決って勝手にねイバチューブの方でやらせていただいてまして、これは本当にこの企画だけの勝手な、評価になりますので、はい、そこのところだけはご了承ください、はい、ということで今日お二人の方の判定はいかにということで、はい、それでは皆さんいきます、はい、団子の方が美味しかったと思う方は手を挙げてください。ではショコラの方、はい、分かれました。はい、じゃあ皆さん実はですね、先ほどね票がねいちいちで分かれてしまったので、もうお隣のこれはゆかりさんを呼んで、はい、ゆかりさんにも判定していただこうということで、さあ3人になったのでね、はい、ゆかりさん最後ね判定これで決まると思いますので、もうまずね、あ、もうあの心は決まってる。あ、決まってるんですか。まあ心は決まってますが、はい、まあね、食べてみないと、はい、ということで、はい、じゃあ、でも心決まってるってよ。決まってるんですね。決まってる。表情変えないとこがいいですね。美味しゅうございますね。ね、美味しゅうございます。いただきます。はい。食べていただいて心が決まってるという話だったんですが、一応その裏側の背景がありまして、はい、先ほどお話を伺ってきました、はい、息子さん3代目がですね甲子園に出場して頑張ったのも親のおかげだということで、これから親の、喜ぶ顔を見たい、そのために親孝行の一つとして自分が3代目になるんだと、そして修行して修行して新しい味を作ったっていうのがどちらかっていうストーリーがあるんですね。そして一つは伝統ある2代目が
受け継ぎ、はい、継続しているお味ということがありますので、はい、その2つを食べていただきました。そして先ほど氷が割れました。じゃあそろそろ時間が来ましたので、はいはいはい、行きたいと思います、はい、ショコラが美味しかったと思う方は手を挙げてください。おーということでごま団子の方手を挙げてください。はい、ということで今日3名様にですね、もう本当に個人的な意見という形でやらせていただきましたので、そこはご了承いただきたいなと思うんですが、リンリンさん、はい、楽しかったですね。楽しかったです。はい、じゃあ菊谷さん、今日ね本当に対決でした、はい、でもいろんな種類があるので、ぜひ皆さんね菊谷さんに行ったら美味しいもの、そしてね会話を楽しんでいただければと思います。スーさん、カメラに向かってさよならしましょうか、はい、はい、じゃあそれでは皆さんさよなら。